はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です、はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダービルドのデラックスラビットタンクスパークリングです。はい、こちらですね、2017年12月9日から公開が開始される平成ジェネレーションズファイナル、そうそう、映画ね、うん、に登場するビルドのパワーパフォーム、あ、そうだね、中間パワーパフォームだね、うん、まあそのためのフルボトルじゃなくて今回は缶みたいだね。そうだね。じゃあ早速開けていきましょう。うん、うおおよいしょ。はい、こちらがラビットタンクスパークリングですね、うん、すごいね、こう銀メッキすごいね、キランキランしてるけど、うん、フルボトルと比較してみると相当にでかいですね。そうだね。すごいね、すごい意表をついてこんなもの出てくると思わなかったね。上はこんな風になってて、ここにプルタブがね、あ、開くようになってる、あ、開くようになってんだね、ほんとだ、ここが開く、カチッとまでいかないのかな、うん、で、後ろ側はこんな風になってますね、うん、こちら側に QR コードがついてます、はい、まあここが2つのボトル分になってんだね。そうだね。では絶縁シートを取ってみましょう。はい、OK、 まずはこの後ろ側のパーツ、これをですね、上に押し上げるみたい、いくよ、せーの、はい、そしたらこの時点でシャカシャカアクションができるみたいなんで、やってみてくれる？おー、おー、シュワーっつってんだよ。なるほどなるほど、すごい。そしたら次にプルタブを引いてください。はい、おお、光ったね、うん、そして音も鳴った。こんな感じだ。これで変身準備完了。今のはもしかしたら当たりだったかも。そうやってね、うん、あ、これが普通だ。そうだ、さっきの当たりだったんだ。はい、そしたらビルドドライバーにセットしてみましょう。はい、どうなるかな。おお、シュワシュワいってる。はい、じゃあ次は必殺技いってみましょう。はい、この状態でさ、ブルタブガチャってやったらどうなんだ。あ、やってみて、うん、あ、なんないか、なんない、OK、うん、じゃあ外してみてください。はい、これ一緒か。そうだね。はい、ということで今回も変身対決やっていきましょう。まずはエイシン君からお願いします、はい、さあ実験を始めようか。シュワッと変身。いいね、うん、今回アクション多くていいね、うん、はい、じゃあ今度パパ行きましょう、はい、ゲームだ、この俺に任せとけ。大大大大大変身。ということで今回の変身対決どちらが良かったでしょうか、はい、こちらの方にアンケート用意してますので、ぜひ皆さん答えてみてください。はい、はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスラビットタンクスパークリングでした。お、当たった。はい、ということで今日の動画は面白かったんですが、気に入ったなと思った方はぜひ気に入ったボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。